松井ゆかりと杉江松恋のエンエタンメタメ丼。ドン。はい。2024年7月号のエンタメドン、その2でございます。エンタメドンは国内外の優れたエンターテイメントといえる小説を集めてお送りする月例書評でございます。担当いたしました、私、杉江松恋と。はい。松井ゆかりです。はい、松井さんは今月はどんな感じだったでしょうか。はい。6月は、なんていうんですか、本に関するイベントがすごく多い月ああ、そうでなんあっですたね。と思うんですけれども、杉江さんは、なんていうか、パーティーとかそういったイベントとかに、なるべく参加されないで、そう、嫌なんで。ですかね。いやいや、そういうふうにね、しっかりと演劇というか、ご自身の立場を保ってらっしゃるの素晴らしいと思うんですけれども、で、私自身は40過ぎて原稿料とかをいただけるようになったので、なんか全然一般読者の気持ちが抜けてないんですね。あ、はい。だからどういうイベントとかあると、ホイホイと出かけてしまうんですけれども、で、6月の23、22、23で本格ミステリー大賞の授賞ああ、式やってとました、やっか、てました。はい、23ですありね。ましはたい。よね。私はもう、なんだ、そのサイン会の方に、一般読はいはい。の、申し込みをして行ってきたんですけれども、そしたら、ご存知かどうかわからないですけど、なんだ、抽選で3名様に、前日の、はい。授賞式の時にいろんな作家の方とかライターの方が、もちろん受賞者もですけれども、はい。色紙を書かれはい。ああ、やりまて、す。ま、ずっとはやっい、てますね。これが当たったんああ、ですすよ、ごい。私。ああ。本当。本当に限定もというか、色紙う、だから、はい本当はい、に3名一分点だもんけなんなですんでよ、す。全部ね。そうなんです。この辺が、地雷グリコで。小はい、説青部崎さ門んに、だ。はい。青崎さんとか、あと、どこだっけ？これが川出さんかな？ああ、そうですね。そうですね。で、文庫大研究の坂島さんとかもいああ。らっしゃるし、あと、なんだ、受賞のコメント、なんていうんですかね。受賞記念、YouTube みたいなの司会もされた、我らが、若林文さんとか、なんか杉江ファミリーがいっぱい、名前が あるんですけれども。今見たいで思い出したんですけど、僕それ書くの忘れました。杉江さんもいらしたんですか？じゃあ次今度お会い僕したが司とき、会なんどっですよ、か。22日は。そうですよね、そうはでい。しょう。だからおかしいなとは思っギてリギたリんでますけで古本屋にいたんで、着いてすど。ぐ司会の準備をしたんで、今の今までそれを書くのを忘れああ、てたこそうでとを、すすっかか。り忘れなてんまてす。こと。色紙もなんかお書きにならないっていうポリシーなのかなとか、ちらっと思いましたけど。ちらっなとるほ見ど、えなるほて、ど。あ、そうだ、色紙を書けって言われるんだっけなって思ったんですけど、みんな僕が遅れてきたもんだから、早くこいつに司会をやらせようっていう頭しかなかったみたいで、何もやらなかったんで、あ、じゃあいいかと思ってスルーしそうてできしたんたです。か。いやはい。いやいやいや、じゃあそう次のか、機当たった会んでもすおね、願いすしごます。い。そうなんです。3人なんてね。杉江さんも当ててらっしゃる、強運の持ち主って話をさっき伺いましたけど、私もこれに関しては。はい。いや、それで私、本当、子供の頃から福引きとかでも、マット以外当たったことがなくて、家では、うちの弟はこういうのをすごく、なんだ、カルピスだとか、お醤油だとか、現金つかみ取りとか、どんどん当ててくるので、福引きは弟の役目ってことだったんですけど、こんな、なんかこの50何年分の運がと思ったんですけど、私、って思っていたら、5年ぐらい前にやっぱり本格ミステリー大賞の、そのサイン会の時なんですけども、この、島田総司さんの際を当てたことをああ、そんなのあるんで忘すれてね。まして、はい。私、あの時に、マドイ・バンさんのキングレオの冒険のね、単行本、サイン入りの単行本っていうのもその景品の一つにあって、すごくそれが欲しかった。キングレオ様の大ファンなので。なので、このうちわが当たった時に、うちわってちょっと、なんか気分が、本当申し
訳ないんですけど、思っちゃって、ね、贅沢言えないのに。でも、もう5年経って思い、こう見直してみると、このうちは超いいなと思って、こう島田総司先生の、この、なんていうんですか、このダンディーな写真もいいですし、うちわって夏に使うものなのに、この清涼感が全くない、この、本当ですね。はい、はい、うん。素晴らしいなと思って、まあ、これ、色紙ともども家宝にした、はい、これから大事にしようと思って、はい、夢夢夢夢はい、色紙はすっかり忘れておりました。もうよろしくお願いします。はい、夢夢は酢飯を冷ますのに使ったりしたいかもしなければ。はい。よかった。嬉しいことで。はい。はい、じゃあ、じゃあ1冊目のご紹介をいただいてもいいでしょうか。はい。次の2冊目ですね。はい。はい。はい、マリリン・トールドの山内まりこさんで、はい、出版社、川出書房新社です。うんうんうん。はい。まあ、マリリンっていうのは、この、まあ、表紙でもお分かりいただけると思うんですけど、マリリン・モンローのマリリンですね。うん、主人公は瀬戸アンナっていう、推薦に、ね、入試で大学受かったばかりの女子なんですけれども、母親と母方の祖母と三人で暮らしてたんですけれども、うん、先生に、高校の先生に勧められて、この成績だったら、大学受けられるよっていう、合格して東京に行くことになって、ね、うん、まあ、シングルマザー家庭なので、まあ、お金はギリギリ、切り詰めなきゃいけないんですけれども、まあ、決心していくことになった直前にコロナ禍が始まってしまったんですね。うん、で、まあ、行くべきかどうしようか、行ったとしても、大学の授業とかどうなるんだろうなっていう迷いとかあったんですけれども、うん、結局、まあ、踏み切って、東京で一人暮らしをスタートさせるんですけれども、やっぱり孤独感は募るばかりで、うん、でもその電話をかけてきた母親とかにはもう心配をかけたくなくて、うん、辛さを打ち明けられないっていう、本当にきつい状態が続いてた。うんうん、で、そのお母さんが昔実際に使っていたピンクの電話っていうのを、なんていうんですか、レトロで可愛いから、部屋の装飾にしてもいいやって思って、一人暮らしの部屋に持ってきていたんですけれども、ある日その電話に電話がかかってくる。うんうんうん、全然電話線とかもつないでないから、本当は使えるはずもないんですけども、なって取ってみたら、そのかけてきた相手がマリリン・モンローだった。お話なんですね。で、なんとかその大学に入学できはしたものの、もうほぼ家から出ることもなく、うつうつとしている現代の女子大生と、演技の勉強をしたい、外見だけで判断してほしくないっていう気持ちで、戦っている、その往年の人気女優が心を通わせ合う話っていうことになってます。まあ、マリリン・モンローっていうのは、もう今、そもそもお若い方とかはほとんどどういう人かもわからない名前を聞いたことがおありになるぐらいかなっていう感じですけれども、まあ、なんていうんですかね、今で言ったら、こう、セクシーさで売ってるようなイメージの女優さんだったと思うんですけれども、実はこう、すごくシャイで、勉強熱心で、読書好きで、こう、なんていうか、パブリックイメージと全然違う人だったんですよね。なので、まあ、時代も物理的な距離も離れているんだけども、それでも、その二人は、アンナとマリリンは、友達として、その電話で話すことによって支え合っているっていう、時空を超えたシスターフッド小説、なるほど。と言えると思うんですけれどもね。で、まあ、自粛期間が、で、それで何回か電話でやり取りはするんですけども、そのうち、その自粛期間が終わって、大学へ、アンナは通うようになれるんですけれども、最初はやっぱりなかなか周囲と打ち解けられない。まあ、なんていうの、そういう、
ずっと長く、まあ、引きこもり、自ら引きこもってたわけじゃないですけど、外に出られなかった子がパッと外へ出て、それでももうオープンな感じで、誰とでも気さくに、話したり接したりする人もいると思いますけども、アンナはもうもともとこう、なんて、引っ込み思案なところもあるので、なかなかその周囲と打ち解けられないし、高校から、まあ大学に入って、勉強の仕方っていうのはいろいろ変わると思いますけども、それもこう、ずっとのオンラインの授業だけではやっぱり、限界があるというか、最初戸惑った学生さんって実際にアンナ以外にも、実際の学生さんにもすごくたくさんいると思うんですけども、そういう中で、本当に、コロナが終わったからといってすぐ、仕切り直しでスタートっていうふうにできないかったアンナが、それでも少しずつ前に進めるようになったのは、そのマリリンのおかげっていう部分も大きい。というところが書かれてます。ただ話を聞いてくれるだけでありがたい存在っていうのが本当にそのコロナ禍の、自粛を強制されてた中で、どんな形でも人とつながれることの大事さっていうのを、なんか私たちももうだいぶ、あの当時の気持ちって薄れかかってきてる人も多いと思うんですけど、あ、やっぱ、こんな風になんかいろいろ思うところあったよなっていうのを改めて思い出させてくれる小説でもありました。で、マリリン、まあ、そのマリリン・モンローっていう、自分でマリリンと電話で喋ったことによって、その彼女、マリリン・モンローっていう女優自身についても、こう、関心を持つようになったアンナは、卒論の研究対象として、マリについてもっとより深く知っていこうっていうふうに考えるようになるんですね。で、それでマリリンの実像を知るということは、結局、彼女を搾取していた、昔の映画会社の偉いさんとか、男性からの、こう、ステレオタイプな見方であるとか、あと、なんていうかね、そういう露出の多い服とかを着てる人、女性に対してはなんかこう下に見てもいいみたいな世間の風潮みたいなものをこう知るように、彼女を取り巻いていた状況を知るにつれて、でもそれって現代にも通じるものがあるっていうことについて、物語の合間には、アンナの書いた論文の引用みたいなものも挟まれて、なんていうんですかね、感情的なだけでなく、こう学問としてというか、実際にこう、論理立てて考えていく、いけるようになったっていうアンナの成長も見られて、すごく、物語としてのメリハリもありますし、興味深いところだなと思います。ラストは、ごめんなさい、コロナ禍を乗り越えて、論文を書いたりしたことで自分にこう自信を持てるようにアンナはなっていくんですけども、新たなる可能性を自分は手にしているんだ。もっと開かれた場所へ行けるっていうことに気づいて、実際に行動に移すっていう、最初の、物語の最初の方のもうどうしようどうしようって言ってたアンナからは、もうはるかに飛躍した、なんていうんですかね、人間としても成長したところが見られて、とくるというか、こうやって、いや、なんか苦労して、お金、経済的な事情もあったし、コロナっていう、外的な要因もあったけれども、いろいろ苦労もしたけど、よくやったなっていうのを、ね、でも、なかなかそういうふうに、コロナでまだ引きずってたりする若い方もいらっしゃると思うので、ぜひこういった本をお読みになって、今からでもやれることたくさんありますし、ご自身の飛躍につなげていただいたりできて、
を得る作品でした、うん、はい、ありがとうございます。また読まれるといいと思います、はいはい。そしたら僕の2冊目なんですけれども、はい、お願いします。新人です。新人2冊、はい、としては著作は2つ目なんですけど、宇津木健太郎さんの猫とバカ、ね、はい、かわいい。ですね、これ小説新潮の、日本ファンタジーノベル大賞特集号で、あれ毎年あるんですけど、発表になった時にパッと紹介見たら、漱石の我が輩猫であるの猫がですね、転生を果たした物語っていうのは、はい、これは読んだ方がいいものだと思って以上 の、 あの情報はあんまりこうシャットアウトしてですね、出るのを待ってたんですね。で、まあ、まあその設定だけでまあまあ間違いなく面白いだろう。そうですよね、めちゃめちゃ気になります、ね、うん、その発想だけでまず面白いんだけど、イギリスのことわざにキャッツハブナインリブスかな、ライブスかな、猫は9つの命を持つっていう、ことわざがあるんですけど、それを使ってるんですよね。で、猫は9回生きると最後に魂が天に召されるんですけど、その9個目を生きてるんですよ、主人公は。俺って自称してるんですけど、で、その3回目の時に、気難しい癇癪持ちの物書きのところに飼われていて、名前をつけてくんなかったんですね。名前をつけてくんなかった。黒とか猫とか呼ばれたから、ね、で、 で、 で、それが本当にその9回生きた中で人間にはかなりひどい目に遭わせたりもされたりもしたんだけど、その気難しい男だけがその自分の本当の、まあ、気の許し合った人間だと思ってるんですね。で、その男のことを今でも忘れられずに、その、まあ、俺はですね、生きているわけですよ。で、そのことがあったのと、もう一つは、その、これ、江戸の天明の大飢饉の頃からバブルの頃までをずっと何回も繰り返して生きてるもんだから、その間に人間のひどいところをいっぱい見ちゃってるんですよね。それこそ、肉として食われそうになったりとか、面白半分に殺されそうになるとかね、あと戦争も見ちゃってるし、あとバブルの頃の嫌な人間の心とかも見ちゃってるわけですよ。だからすごい人間に対して不信感があって、人間とも距離を置くと。で、かつ仲間の猫が飼い猫として人間に飼われてることも、彼にとっては、まあ、その気ぐらいを傷つけられることで、人間とは付き合わずに行きたいっていうふうに思ってる。で、そうやってそのここ9回目の生を受けて、子猫だからまだ子猫なんですけど、で、それがですね、北斗堂という古本屋をやっているエリカっていう女性と知り合っちゃうんですよ。ところがそのエリカは、その黒猫が、なぜそこにいるかも分かっていて、ちょっと遅かったじゃないみたいなことを言うんですね。なんだこの怪しい人間はと思って、俺はですね、こう怯えて逃げていくんですけど、なぜ彼女が彼のことを知っていたかということとか、彼女の北斗堂っていう古本屋には、猫がたくさん集まってきて、4匹ぐらいいるのかな、集まってくるんですけど、それは非常にエリカを信頼してですね、身を委ねるような生き方をしてて、最初はその連中をその軽蔑まんざしで見てるんですけど、やがてその彼もですね、その北斗堂で暮らし始めるっていう、実は古本屋小説でもあるというね。ああ、そうね、不思議な古本屋なんですよ。仕入れしてないのにどんどん本は売れていって、かつ棚に補充されてるっていうですね、こんな夢のような古本屋ないだろうと思うんですけど、まあそういう古本屋という設定なんですよね。で、この物語が面白いのは、その黒の言うその マナっていうんですか、その真の名前をめぐるその猫が、その真の名前を得るか得ないかという関心がまず一点あり、もう一点は、そのこのエリカがどんな人間なのかっていうのは分からないというのは謎のフックになって引っ張っていかれる感じなんですよね。それともう一個、マドカっていう最初登場した時は小学生で、後に成人するまで時間が経つんですけど、このマドカという本好きな小学生が北斗堂には出入りしておりまして、この子は物語の中盤でですね、作家になりたい、小説家になりたいって言い出すわけですね。そうするとそこからはですね、これ実は作家小説になりまして、作家とはどのように小説を書くものかということの小説にもなってくるんですね。このね、三本柱なんですよ。その猫の不思議な猫をめぐるファンタジーの物語と、エリカを
古本屋の店主エリカをめぐる物語、うん、それともう一つはマドカをめぐる成長の物語で、このマドカを、うんを見守るうちにその主人公の猫も、微妙な変化が心の中に生じていきます。こういう形で対象物を与えてそれを、対象として鏡として、成長するというタイプの成長小説にもなってるんですね。だからもう今言った要素で大体全部面白いと思うんですけど、いやいや盛りだくさんでいいですね、うん、僕がやっぱりこれいいなと思ったのは猫の描き方なんですよね、うん、あ猫って人間には分かんないじゃないですか。そうです、ね、考えてることが犬の方がもっと分かりやすいというかね、慣れるときは慣れるしみたいなとこある、うんうんうん、で人間に対してもうちょっと素直なんだけど猫って、うんうんうん、そこまで心を開かないと思ってると猫の気持ちを人間が侵蝕してやってるような感じがでそこが擬人化されすぎてたら嫌だなと思って前にそれはね、うんうん、そうなってたらどんなに物語が面白くても失敗作だろうと思ったんですよ、うんうん、だって猫が猫らしくないから猫を猫らしく描けるかどうかがこの小説の勝負だと思っていたんで、うんうんうん、そこにかなり注目しようなんですけど、うんうんうん、面白いのは猫にはそういう なんていうんですか9つの性があるという運命があるので、うんうん、それを自覚してみんな生きてると例えば戦略として、ね、人間に近づいていったりとか、うん、つまりその人間にここは腹を見せておいた方が後々いいからするんだとかでここはしないとかですね、その辺の猫の なんていうんですかね、猫の感情といいますか猫の思惑みたいなものが、うん、人間から見るとそういうよくわからない生物になってるっていう書き方をしてるんですよ。だから猫の書き方としては及第点大丈夫なラインを突破してそういう意味ではですね、猫小説としては多分僕そんな猫好きな人間じゃないですけど猫が好きな方が読まれても多分大丈夫じゃないかなと思うんですよね。それはねすごい気にしながら読みました。擬人化されすぎる小説って好きじゃないんで、なんかね人間と同じような考え方がする、これ猫は賢いんで、うん、人間よりなんなら賢い設定になってるんで、うん、哲学的な思考も全然できるんで、何しろ、我が輩は猫であるの、あの猫だ。そうですよね。うん、あの猫はもう本当、文明批判的なことまで考えを、いやいや、本当。それは当然なんですよね。うん、なんですけど、それも含めて、猫がその人間と同じように、こうな言葉で喋って考えてるということについて、うん、読者を納得させるだけの物語設定がきちんとされているので、そこは小説として非常にうまいと思いました。思いついたら誰でも誰でも書けって失礼かもしれないですけど、漱石の猫をもう一遍出してみたいな小説って書いちゃう人いると思うんですよ。そうで、僕現実に新人賞の応募原稿で何回か読んで、ね、同じようなものを書きそうじゃないですか、なんか有名だし、坊ちゃんがもう一遍出てくるとか書きそうじゃないですかそういう小説ってね。そうですね。でもそういった小説の過ちを犯すのは漱石の書いた猫はあの小説の中だからあえて喋っていいんですけど、はいはい、それをよそに持ち出して喋らせたら、うんうん、猫らしくない猫になっちゃうだけなんですよね、うん、でそこを猫らしい猫であることと哲学的な論考とかシニカルなものの見方みたいなものを、うん、同居させるにはどうしたらいいかって考えたと思うんですよ、うん、そこがねこの小説の一番いいところだと思うんですね。ファンタジー部分とかは正直最後のところのオチとかは、うん、まあそういうオチだよねみたいなところもあったんですけどそれはそれでいい、うん、別に破綻はしてないみたいなところあったんですよ、うんうん、そこよりも感心したのは猫ちゃんと書いてる、書こうとして頑張ってるっていうところに、うん、新人作家らしいその努力の軌跡を、うん、ああ、いいですね。ああ、この人すごい誠実に、この小説を書こうとしたんだなと思いました、うんうんうん、というわけで新人作家として才能というか、すごいそのなんか小説物書きとしての真摯な態度みたいなものを見て非常に感心した次第です、うんうん、いい作家だと思いますきっと。ああ、じゃあもう、はい、この前に最強小説、最強の強って怖いって字書くの、うん、はいはいはい、というホラー小説の賞を取って、森が呼ぶって作品が何年か前に竹春木が出てるん
ですね。それ以来の作品なんですけど、これまあ実質的にはこれがメジャーデビューと言ってもいいぐらいだと思うんですが、なのでこれからどんどん成長する作家だと思うので、楽しみですね。楽しみだと思います。この次何してくるかですよね。この次、まあファンタジックなものが続くのかなと思うんですけど、同じことは二度とできないような、こういうタイプです。そうですよね。続編は絶対ありえない書き方をしてるんで。いや、うん、どういうことになるかね。ハードル高いかもしれない。そうですね。僕はかなりこれ読んで、これをかなり頑張ったから、これを超える水準のものが書けるのかなって書いてほしいなって思ってますから、これを読んだ人はみんなそう思うと思いますね。期待してますんで、楽しみ。ぜひぜひ読んでいただきたいなと思います。はい、新潮社ですね。はい、ありがとうございます。